吉岡里帆が16日、自身のインスタグラムを更新。俳優の坂口健太郎とのハイタッチ書と公開し、反響を呼んでいる。7月からスタートの健康で文化的な最低限度の生活、カンテレフジテレビ系で主演を務める吉岡。同投稿では、先日最終回を迎えた同枠で放送されていたドラマ、シグナル長期未解決事件捜査班で主演を務めていた坂口とのハイタッチショットを公開。そして、吉岡は再会といえば、火曜21時枠のバトンタッチ会で、ごめん愛してるの再会を果たしましたと、坂口と共演したドラマ、ごめん愛してる TBSK ぶりに、坂口に再会したことを報告。相変わらず悟る、坂口くんは、天真爛漫で優しいお人柄で。頑張るぞ、と元気をいただきましたとドラマ、さらに気合が入ったことを綴った。そんな、吉岡の投稿には、二人して可愛い、兄弟かと思いました、顔似てる、身長差が素敵。ごめん、愛してるコンビ久々に見れて、嬉しいです、お似合いすぎる。笑顔が似合う二人ですね、などの反響が寄せられている。吉岡が主演を務める、新ドラマは、安定を求め就職した、平凡、等身大きな新人公務員、吉恒エミル、吉岡里帆が、生活保護現場を舞台に、お金、健康、仕事、家族、と、誰にとっても身近なテーマをめぐる色とりどりの、人生模様を、時に明るく、時に切なく描くヒューマンお仕事ドラマとなっている。吉岡里帆、縁側で猫とじゃれ合う姿に癒される半蔵気質、ほっこりする、猫になりたい女優の吉岡里帆が、自身のインスタグラムを更新。縁側に寝っ転がりながら、猫と戯れる様子、の写真を公開し、反響を呼んでいる。アベマタイムズ坂口健太郎、照れながら、ピアノを弾く姿に、ファンもねキュン、癒された、可愛すぎる、毎週火曜日に放送中の、ドラマ、シグナル長期未解決事件捜査班、カンテレフジテレビ系の公式、インスタグラムに、俳優の坂口健太郎が登場。照れながら、ピアノを演奏する姿が不安の間で話題となっている。アベマタイムズエビマスペシャルチャンネル無料のインターネットテレビはアベマ TV、アベマ TV、アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルで現在放送中の番組が視聴できます。アベマ TV